旧統一教会についてです。なぜ一体そこまで政治的なところで力を持ったのかっていうのも、力持ってないでしょ、あれ。そうなんですよ。そうだから実態的に今回安倍首相が銃撃されたからすごい話題になってるだけで、多分あんまり意識してないんだと思うんですよね、政治家の側も。まあいくつかある、ね、新宗教のうちの一つで、もうなんなら幸福の科学の方がもっと勢力強そうに見えますよね、今だと。やっぱり自民党の議員さんは選挙活動を手伝ってくれるっていうことが、ね、一番大きいみたいで、それ前から言われてたんですよ、統一教会がそういう形で入ってるって。でも実際的にじゃあ統一教会が大きな力を政治的に持ってるかっていうと、堀江さんがおっしゃるようにちょっとね、あまりないんじゃないかな。いや、選挙出たことあるからすっげえわかるんですよ、組織票ってすごい大事で、例えば老人ホームとか、そのもう重点的にやらなきゃいけない場所で、僕はあの亀井静香さんの選挙区で出たんで、老人ホームはもう1施設の半分しか票もらえなかったんですよ。なんでそんなことになってるかっていうと、もう本当に老人ホームにいるご老人って、まあボケてるわけですけど、もう分かってないんですよ。僕一応演説するんですよ。だからここに来てる人たちは、あ、僕に投票してくれる人なんだなと思いながら演説をするわけですけど、だって自分で字書けないですもん。今今日来てくれた堀江さんっていう人に書きましょうねとかって言って、多分介護士の方が代筆するんだと思いますか、見てるわけじゃないですよ。なんですけど多分そういうことなんだなっていう、もうだから施設が来る人をまず決めるから、候補者一人しか来ないから僕に入るわけです。だからすごいよく分かってるんですけど、めっちゃ票入るんですよ。めちゃくちゃやっぱりパワーになりましたもん。もうちょっとでもいいんで、企業とか団体とかそういう票は別に宗教団体に限らず、統一教会に限らず、みんな欲しいと思ってるし、別に今統一教会が炎上してるから話題になってるだけで、他の宗教団体も新宗教もみんなやってると思いますよ。エヴァンジェリストですね。だから僕は教祖だとしたら代わりに喋ってくれる。そうそう、だからほらキリスト教とかってもう別に仏教でも何でもそうですけど、宗教ってエヴァンジェリストがいるわけですよ。そうですね。例えばキリスト教って多分ジーザスクライストがまあ立派な人だったかもしれないけれども、これを伝える人の方が重要で、たくさんのエヴァン十二使徒って言われるエヴァンジェリストがいたわけじゃないですか、聖パウロとか、そういう人たちが要は講演家だったわけですよね。要はある意味僕はそういうエヴァンジェリストが欲しい、ライセンスするんで堀江貴文が喋ってる内容をで同じように響かせられるエヴァンジェリストが欲しいって話をしてます。そういないっすねそりゃいないっすね。認定エヴァンジェリスト。あとなんか奥さんと会えないみたいなのやられてましたけど、あれ宗教法人がよくやるやり方なんですよ。自分の親しい人から切ってくるんですよね。その宗教に入ったことによって周りにこうなんか叩かれるじゃないですか。で叩かれることによって孤立するとどんどん宗教に入ってくるんですよね。だから宗教勧誘ってよくありますけど、あれって信者増やすためにやってるじゃないですかね。あれね、あれ勧誘することによってその人を孤立させるためにやらせてるんですよ。で孤立するとどうするかっていうと、もうコミュニティがないから聞かない。勧誘をしてる人を社会的に孤立させるんです。そうですそうです。だからあれは増やそうと思ってやってないんですよ、新興宗教とかは。あれ言ってピンポンピンポンやったら否定されまくりますよね。やらなくていいことで否定されて、でもいやあなたは頑張ってるんだよって言ってくれるのは宗教法人の人たちだけだから、これでその信心深くなってくるんですよね。コミュニティの隔絶っていうのが宗教法人の基本です。